マシマシチンパンジーということで、今日はですね、チンパンジーに何かマシマシしていこうと思いますね。マシマシとはですね、ある業界では何かを足していく、プラスするという意味で使われていますね。はい、マシマシチンパンジー第1回目はですね、これですね、野菜マシマシということになりました。野菜マシマシと言いましても、チンパンジーですね、イチジクとかをですね、果物メインで食べるというふうに動物園の、看板なんかでも、書かれておりますね。最近ではですね、そのイチジクというものの成分はですね、野菜とかそういう方に近いんじゃないかなということで、野菜とか、木とかを、多くあげるという流れにね、なっております。そういうふうなところをですね、やっていこうというところで、野菜マシマシということで、やってみました。一体野菜マシマシどうなったんでしょうか。どうぞ。まずは最初にですね、たくさんのですね、今まで果物をあげてたんですね。こんなオレンジ、みかんもいっぱいありますね。リンゴもいっぱいありますね。それをですね、それでお腹がまずはいっぱいになっては、野菜をマシマシしてもね、なかなか食べることができないかなということで、果物をね、このぐらいちょっとね、結構減らしてみたんですね。これ1日の、7等分の量ですけどもね、とっても前の量に比べるとね、減ったのがね、わかると思いますね。そして次はですね、野菜、まあ野菜マシマシと言いますからね、これまでもね、こういった野菜は意外に結構ねやってはいたんですけれどもね、果物でお腹いっぱいになってしまってね、ピーマンとか玉ねぎとか、白菜、キャベツなんかもね、ほとんど、まあ、なんか残しが多かったですね。そして果物減らして、こうやって量、木なんかもね入れました。カシの木とかいろんな木をね、トネズミ餅なんか、土壌室内常にね、あるようにして、牧草なんかもね、今までは食べる量でしたけどもね、もう食べる量以上あげてね、遊んだりもできるようにね、牧草なんかも毎日たっぷりと量をあげました。そしてね、いろんな野菜をね、新しく試すということもね、やってね、どんどん新しい、これ食べるならちょっと野菜の方をね、果物を削った分中心にね、ちょっと増やしていこうねっていうので、野菜をマシマシしてみたというところですね。そしたら、一体ね、どうなったんでしょうか。はい、そしたらどうなったということですけれどもね、ちょっと動画もね、長くなってきました。ちょっとね、皆さんも疲れてきたと思いますんでね、結果は続きの次回のね、動画でお送りしたいと思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。